10円と弁当代500円をポケットにしまい込んだ。ライアンさんは毎日の生活費をきちんと決めている。朝食は400円ぐらい、昼食は500円、夕食はだいたい1000円ぐらい。月に6万円を食費に充てている。他に部屋代が8万円などで生活費はおよそ20万円。ライアンさんが日本へやってきたのには実は大きな目的があったのだ。その訳は後ほど説明することにしよう。英会話の先生ライアンさん、午後4時仕事を終えて地下鉄を乗り継ぎ渋谷区恵比寿へ。ここに空手の道場がある。いつも練習時間より早めに来てすぐにウェイトトレーニングを始める。ライアンさんが日本へ来たのは実は空手をマスターすること、そして体力をつけることだった。幼い頃から警察官になりたかったライアンさんはカナダで大学を卒業後警察官の採用試験を受けた。第一次の筆記試験には合格したのだが次の体力テストで不合格。しかし夢を諦めきれないライアンさんは日本での修行を決意した。1年経って体力的にも精神的にも自信がついたという。今空手2段の腕前。